はいどうもカッパ委員長ですじゃあ、今度は、移民党さんとこの移民、ね、こ,のもうこれももう毎日、この外来種外来税の話はねずっとしてますけども、いやー、すごいね、今度はあのグエンさんたちですけども、ね、この群馬県に、ね、もう拠点を作りたいんだってさ、ていうかもうできてんじゃん <laughs>、ね、なんか専用のこのお店が、なんか摘発食らったととなんとかってあったよね、そういうニュース、ちょっと前にさ。 なんかしかもこれ、難民上がりの、えー、なんかね、群馬にリトルベトナムを作りたい。難民で来日した男性が、あ地域に貢献っていうのは、これ、毎日の記事だから、こういうテーストで書かれてますけど、ね、もう合法的に侵略ですよ、侵略。しかもこれ、政府が後押ししてるっていうね、すげえ社会だな、日本社会って。しかもこれ、日本の税金とか、平気で使われるんですよ。何がしたいんだ 日本政府は本当マジで <laughs> なな。なんだよな、リトルベトナムって。普通にだから日本国内にねえ、うん、もう完全にあれですよ、自治領、自治領。治うんね、だから埼玉川口だったらクルド領。ね、だからこの群馬県のどこだろう、高崎、伊勢崎か、うん、が具、えー、う領、ん。 でまあうん、東京、豊島区、池袋、界隈は、えー、中国料、まあ。あともこのコリア料もいっぱいあるよね。うん、え一体全体、この日本政府とそれぞれの,この自治体は何がしたいの群馬県はもう、群馬県知事からして、もう,こう、こっちの方向で一生懸命になっちゃってるもんね。あの人はあの人で。長い人と忘れちゃいましたけど。ね、だって、この県の,この職員。 公務員にも積極採用みたいな、なんかそういうこと掲げてたよね、確か。だから群馬は群馬でだいぶやばいよね。うん。なんだろうなこれどうなってんだろう、本当 <laughs> なんだよ、リトルベトナムって。さっぱり意味がわからない。しかも、リトルなんていう、なんかこのな、ちょっとパッと見なんかそんなにこの問題視することもないんじゃねみたいな。 こういうとこでもこの、だからあれだよね、不法滞在をこのなんか非正規滞在とか言い換えてるのと一緒だよな。つまんねえ、言葉遊びから入りやがってやってる実態はもうただの侵略行為だからね。うーん。まあ一応見ていきますか。群馬にリトルベトナムですって。えー、難民で来日の、だから難民で来日っておかしいじゃねえかよ。<laughs> もう本当狂ってる、日本社会は。うーん。 ね、毎日は毎日でこの書いてるやつが何書いてるか分かってないのもだいぶおかしいけどねっや,やかましいわほんとマジで、えー、群馬県内にリトルベトナムを作りたいすで、えー、に具体的な場所も考えてる <laughs> いやもうこれ近い将来できちゃうんだろうね、うん、こうやって日本がどんどん壊されてくんだよ えー、伊勢崎市内で人材派遣や、えー、飲食店経営などを行う DSINJAPAN DS, in Japan DS? <laughs> の山本さんはそう言って目を輝かせたと事、えー、業のためにベトナムと日本を行き来し、えー、県内在住のベトナム人の世話役としての顔を持つと、えー、ベトナム北部の中央直轄市のハイフォン出身で、えー、インドシナ難民として来日した ベトナム戦争後の混乱から逃れようと家族で出国したのが3歳の時10隻の船で出港したものの当時難民を全て受け入れていて第一収容港香港にたどり着けたのは山本さんが乗った船だけだった受け入れ国となった日本で父親の友人を頼り県内に移住したって書いてあるんですけどねえんかこれ黒話がずっと続くんだけどね えー、小学生の頃の経験が起業に役立ったという幼かっただけに日本語を聞き取り、えー、話すことができるようになるのは早かった両親や親戚が行政機関に行く時には通訳代わりになりさまざまな手続きを代行した子供の頃の経験があるので手続きの書類を作ることは全く苦にならないと、えー、笑っていると、えー、事業の一つである人材派遣業はベトナム人を登録せざなく直接雇用する 仕事を始める際の家電製品購入など住まいの食費を負担運転免許の取得にも積極的に支援する日本の新社会人ならば親が面倒を見てくれると思うだが彼らはの親はベトナムにいるのでそれができない生活基盤が整うことで仕事にも積極的になり派遣先にも喜ばれいい結果が生まれるさらに運転免許を取り移動ができるようになれば世界が広がるコロナ禍で困窮するベトナム人ら外国人のために弁当や一人5キロの米を無償配布した えー、国内各地に追い詰められた、えー、ベトナム人が犯罪に走る姿をニュースで知り心を痛めていた配布した米を抱えていたベトナム人を見たら警察官が不審に思い呼び止めたが私のところでもらったと聞きすぐに納得したらしい地道な活動が行政機関からも信頼を得ている無償、えー、配布したのは地域に貢献したいとの思いがあったからだ、えー、弁当は外国人だけでなく困窮する日本人も配布の対象 私も地域の一員だから地域で推進する多文化共生の活動をしようと思っただけ当たり前というような顔でそう話したって毎日が書いてますがさあどこまで本当かは分かりませんがねいやもう堂々とね、えー、よその国で、ね、何をやってくれてんだっていうのがまずうん。 ね、僕はあの最初から言ってますし、ね、何回かお伝えしたことありますけどもうこの難民もそうだし、ねまあ、この人が偽装難民かどうか、ね、それは分かりませんが、うん、僕はもう移民にも反対だしこの帰化制度そのものも反対です、ねうん、理由はもういつも言ってる通りですよ、あのー、早い話が、ね、そう簡単に人って変わらないんでていうか何かしら目的があって変えてるわけでしょ。 ねうん、そもそもどこ出身の誰なのかっていうのを、ねまあ、誰もが、ね、このなんか正体偽って、ね、悪いこと考えてる不届き者とはさすがに言いませんが、ね、でもその可能性が高いやつは、ね、いくらでもいるわけですよね,ね中にはいい人もいるそれはいるんでしょうしいたでしょうし、うん、それは今もそうなんでしょうけど、ね、その人にこの基準を、ね、持ってくることは できませんそれじゃ安全とか安心とか確保できないんでうんえしょうがないよねだって日本の、ね、日本社会、ね、日本人日本国民にとって日本企業にとって、ね、日本社会のこの安心とか安全とかってね最優先でしょでも残念ながら今日本社会ってそうなってないんでだからおかしいだろうっていうことをずっと毎日言い続けてるんですけども ねなんですかこの「リトルベトナム」とかってなんかこのも「もや」っていうかなんかこのあそうなんだ」ってなちょっとパッと見なんかこのそんな危険な感じそういうイメージをさせないような単語をチョイスして、うん、毎日が記事にしているうんいやそういうのはあの日本に必要ないんでうんね日本の法律ルールにね従ってる人たちがもうごくごく少数じゃん ねうんこの人がどいいとか悪いとかじゃないんですよもうはっきり言ってだってもう毎日じゃんねえ,えじゃあだってその実際にこの犯罪に走ったやつの取り締まりに動いてるのかって言ったらそういう動きもな別にないわけでしょうんねだから結局この群馬県全体が例えばこの日本のこのね都道府県の中で ね、魅力度ランキングでね、この回に沈んでる理由の一つ、大きな理由の一つがこれですよ。うん。余計なことですよね。うん。だって日本、だから結局さ、ね、このなんかベトナムの人たちだけじゃないんですよ。結局日本にこのね、なんか潜り込んでくる人たちって全員そう。結局は。うん。あわよくば、ね、うん、新天地日本で、うん。 なんかこの「いっちゃいっちょ」っていうそんなやつばっかじゃん結局。平気でこの自由だ権利だなんだって、この日本にこの要求しね押し付けてくる、それぞれお前たちの普通とやらを。いらねえからそんなの。うん。例えばこのムスリムを土葬させるの件なんかもそうじゃん。うん。 いやーで、結局、こういう様子、あちこちに日本全国にこういうなんかこのコロニーができるじゃん。ね、例えば、コリアンタウンなんかも、うん、代表的な新大久保にあるわけでしょ。ねえー、リトルインディア、これ西葛西かな、ね。リトルフィリピン、これ竹の塚にありますけど。まあ、これ東京とか,か,んかんな都心ですよね。近県。だからもうクルド人街がもう埼玉川口でしょ。ね、中華街なんかも全国各地にあるじゃん、ね、うん。 まあ中,中間はもうね、全国,全国区ですよね <laughs>、うん。で、リトルベトナムか。もう、どんどん増えてるじゃん。ね、で、しかもことごとく、ねうん、日本社会に溶け込んでると言えるんですか。強制って言えるんですか。それはもう建前、セリフは言うよ。うん、で、こういう様子を見て騒ぐ輩が立憲、共産、社民、令和。なんつってましたっけ、こいつらは。 外国人賛成権でしょでこれらの政党が、ね、このなんか後ろ盾ねこの候補者が、ね、じゃあ群馬で当選したらどうなるんですかもうがっつり乗っ取りますよ。ねじゃあこの難民そうじゃあ難民の人ってさねなんでこのドイツもこいつも祖国へ帰る気ないの居座り続けようとするのはなんでなの じゃあ、紛争とか戦争とかなんかそういうこのね、うん。もう著しく治安が悪化した。とてもじゃないけど人が暮らせる状況にない。え、それが落ち着いたら戻るんじゃねのえのえだってじゃあ、ベトナム。そろそろ半世紀経つぞ。何やってんの普通に。ねまあ、あの、日本国内のこの在日のあれらにも、もうみんな結局そうじゃん。ね結局、都合がいいからだろ。日本にいた方が。 うん、かわいそうなやつらでも何でもねえんだけど。うん。だから僕はあの、そもそも難民もそうだし、移民にも反対だし、帰化にも反対なのはそこですよね。結局分かり合うことなんかまず無理なんだから。向こうがもうそもそもそんな気さらさらないんだからさ。うん。ね発するセリフ、ね。建前ではそれはなんか言いますよ。調子のいいこと日本のあの、この政治家連中なんかと一緒だよ。ね うん、口開きは調子のいいことは言うんだよ。うん、でも腹の中で考えてることと実際にやって結果積んできたことって全然ちげえじゃん。うん。なあもうだから一切認められないです。ね、そう簡単にどこ生まれのどこから来た誰なのかっていうのをね、変える作業がもううさんくせえよ。うん。そんなもん認めんじゃねえよっていうのがもう普通に僕は思いますね。うん。 ねどこ生まれどこ出身のどこから来た誰なのかっていうのは変わらないんだよ。で変えさせるべきじゃねえし。でそれを変えるってことはね何考えてんのってなるのが普通だよ。うん。なこれがなんかね平らにしよう平らにしようっていう動きがもうおかしいと思う。うん。ね。お隣の誰々さんがじゃない。 うん、もう一切、ね、僕は一切認めるべきじゃないと思う。結局だって、この外国人参政権とかさ、ねうん、この辺につながるんだから、そのためにやってんだから、だからこの間の、ね、昨日言った千葉の,この多様性を尊重する条例、あれなんかがまさにそうじゃん、その準備だよ、準備、準備段階だよ。ね、LGBT から始まりの、ねうん、夫婦別姓というなの、ね、この戸籍崩壊、ね、同性婚、で外国人参政権。 慎重な対応じゃねえよ。どれもがでも日本に必要ねえことばっかだよ。うん。だこうやって日本社会が確実にね、外堀埋めるじゃないけど、この壊されてってるんですよ。残念ながら、政府も自治体もそっち側に乗り気だからね。うん。だそれこそもうね、埼玉川口の自治体をこの立ち上げた人じゃないけどさ、ね、日本国民全員が、ね、一丸となって、 ねうん、自治体の長、ね、あとこの政府に立ち向かう必要が出てきたよ。うん、だからもう日本全国自警、ね、団か、自治体じゃない、自警団だ、うん。間違えちゃいましたけど。ね、日本全国自警団だよ。だからもうそういうなんかネットワークをもう作るしかないんだよ、結局。うん、えだってもう結局、誰もなんかこの国民とか社会を、ね、守ろうっていう側で動かないんだもん。 うんね、だからもう1億総自警団だよ、うんね、政府も自治体も何だろう警察も何もかんもだよ何もかんも我々を守るために存在してるのはまやかしですね、うん、口じゃそう言うけど、ね、動きが違うもん逆だから、うん、まあもう本当1億総に全日本国民自警団なんか日本国自警団日本自警団な,なんつったらいいのか分かんないですけど そんなのがもう必要な状況ってことですね。うん。こういうことで言ったら、あれなのかな不謹慎なのかなでもの状況としてはもうそんな格好だと思うんですけどね。うん。だってこんだけ日本全国に各地にさ、ね、こんなもん作られて、でもうことごとく、ね、日本全国各地で、やれ外国人参政権だ、ね、外国人生活保護だって。いや、冗談じゃないでしょ。だからもう敵だらけですよ。 ね、上見ればもう敵しかいない状況ですよ。うん、どうにかするしかないよね。はい以上です。